げんげんチャンネル。はい、パリピゴルフ YouTuber のげんげんです。今日はここ、サワラカントリークラブに来ております。今日もですね、ちょっとどうしても戦いたい相手がいるので、来てもらいました。気になるね、今日の対戦相手、この方です。サワリマンチャンネル。げんげんチャンネル。げんげんチャンネル。勝ったらこの帽子取りたいと思います。あげません。はい。まあ逆にですね、さすがなんか欲しいものありますか。この間の、あ、この間のスケルプトナー。スケルプトナー。あれが良かった。はい、あ、他にも。はい。ま、勝ったら、まさかの。逆。じゃん。ちょうだい。あ、やめて、ちょうだい。これどうでしたか。これね、あのお風呂上がりに、はい、シューってやると、はい、すごい爽やかだし。匂いがいい。匂いがいい。匂いがいい。じゃあ今回もこれを景品にして勝負していきたいと思いますんで。参りましょう。はい。じゃあ、ソラリマンチャンネル。げんげんチャンネル。あと381ヤード。来ました。これは力むと池だな。うわあ。まあ、多分大丈夫でしょう。あそこ広くなってるじゃない。いや、さっきの絵で見ると。あ、本当ですか。うん、大丈夫ですね。大丈夫、はい、なんだかんだ。低いだね。あ、今ね、やっぱ低く出そう。低く出そうとしたら、多分ちょっとあのやりすぎちゃった。はい。調子乗った。アゲンストの時こそゆっくりだからね。アゲンストの時こそ、こそフォローも低く、はい、インパクトも低く、長く。低く。それを手でやっちゃうと、はい。今みたいに曲がっちゃった。手でやらない点でもちゃんと低く、はい、低く長く、そう、回ってあげると、はい、アゲンストに負けない球、負けない球が、そう、逆に飛ばそうとしてこうビャーって力めば力むほどスピンが上がってさ、はい、手上がっちゃうから、はい、これ、これどれ、これですかね。金に当たったんだ。金に当たったんだ。はい、これですね。176。176。マジ？六カゴ。六カゴ。これでいいと思うけどな。球上がるんだやっぱり。ん？じゃあちょうどさっき言われた通りさ。低い。もう低いイメージ？低く低くでやってみ。そう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 。低く。で、あの丁寧に。おー、いいじゃん。うん、ちゃんと行くでしょ。で、ほら、吹け上がってないから、これはほら、傾斜がつま先下がりだから、その分右に行くじゃん。そうそうそう、うまくできました。はい、2000円。チャリーン、チャリーン。141ヤード。141。9番アイアンでさらっと、9番アイアンでさらっと、さらっとサラリーマン、さらっとサラリーマン、うん、SSG さらっとサラリーマンゴルフ。おお、はい、ナイス、はい、ナイス、はい、ナイス。見えるかな。見えねえだろうな。見えねえだろうな。ちょっとカメラじゃ見えねえだろうな。まあこの風じゃやっぱりそうっすね。そうね。いかにこうしのいでいくか。アマチュアゴルファーはやっぱりグリーン周り、グリーン周りをどうしのぐかですね。距離来てるじゃん。ちゃんと。はい。ちゃんと吹き上がんないでさ。ああ、そうですね。うん。6番でしょ。6番で。うん。大したもんです。顔残して、もうゴロゴロ大作戦でしょ。
ちょっと今ダフったよね。これやばいんじゃないですか。決まりです。これ自分で自分の。これ入りました。入りました。もう入りました。バーディーパット。もう入っちゃいました。さらっとサラリーマン。さらっとバーディー入れちゃう。さらっと SSB。さらっと佐藤君バーディー。来た来た来た、すごいこれ、それはね余裕余裕です。ゴルフ簡単ですか。簡単おい、ナイスパーだけど、ちゃんとプレゼントのことも考えてプレゼントのことも考えてよ。勝負強いですね。え経営が傾くんだやっぱり。そんなの人気出ないよ視聴者減るよそれねえ180ヤードパー3、8番で。めっちゃフォロー。180ちょい薄で普通に乗りましたね。何番ですか。8番。風来てる。うわめっちゃいい、すじってる。うわめっちゃいいんじゃないですかあれ。完璧完璧。入ったんじゃない。今もうほんと入ったんじゃないかぐらいな方向に転がってきましたよね。入った、はい、あれはもうピタッと悟るんですよ多分。これ来たよ、はい、今のもちょうど風でふわーって来たよね。はい、危ねえ。これ危ねえよ。すっごい危ねえよ。ツルツルやちょっと待って、ちょっとまた今クズでならない言葉が映ったんだけどなんつった今。え？なんつった今。うん。うん？うん。ない。俺にはとてもツルツルって聞こえたんだけど。痛い。本当？薄いとかツルツルとかちょっとマウント取りすぎじゃないですか。どういうつもりで？痛い。そういうつもりじゃない。痛い。なんかならいいけど。はい。ああ。どうする？どうする？あ、手前なんだ。手前なんだ。手前なんだ。100分ボール手前に。超喜んで、超かっこ悪いじゃん。しかもバターじゃきつい。乗ってもないっていう。ねえ、今なんかひどいこと言ってる。何が今だ。ツルツル言ったり、ツルツル言ったり、乗ってもないって言ったりさ。なんかさ、意識がなんかちょっと雑になってる。そういうつもりじゃないんです。また落ちた。ちょっと薄い。薄い。ちょっと薄い。あ、なんなんです、なんなんです。なんなんなん。決められて意外と。ストレス感じてる。まるで会社にいるみたいな。ストレス感じてる。これはピー入れといて。これはピー入れといて。これはピー入れとかないと。なんで？やだ。外せ。ああ打っちゃった。ああ打っちゃった。これ外せ。え？先行かないの？うん。オッケー。いや、マークして、マークして、マークして、ちゃんと丁寧に。佐藤のパーパットですね。これも曲がんない。曲がった。曲がった。結構曲がった。
オッケーですね。で、ボギーバーディーボギー。出入りが激しいです。ああ微妙だねそれね。微妙に。でも押し出したらグリーン出ちゃうからねそれ。ちょっと気をつけて。ちょっとグリーン出ちゃうからね。強気に行くみたいな。やめやめやめ。真っ白で。はい、気をつけ。行きます。行きます。行きます。ナイスパー。耐えてる。本当人気なくなるよそういうことやってんと。視聴者のことを考えずに。本当に人気なくなっても知らないからね俺。プレゼントはさせない。プレゼントはさせない。すっごいケチなユーチューバーみたいな感じになって。ユーチューバーめっちゃケチ。他の人みんなプレゼントしてるよなんかいろいろ。いやー風激上げ。はい。わお、ナイスショー。しかし吹き流しの手前、吹き流しの手前ですね。はい、いやあのラインやばいな。池に向かっていくイメージしか持てない。でさ大変、あのラインはやばい。フックが出てきてこんにちは、みんなでスカルプ当てましょうだ。おいってらっしゃい、お池に行ってらっしゃい。ボギー確定じゃないですか。した方がいいと思いますよ。こうやってダボン打ったら、うん、ダボン打ったら視聴者プレゼント。あ、ボギーじゃダメなの。ボギーでも多分84です。ボギーで。いや、カチンさん激上げ、激上げ。チャレンジ、チャレンジ。うわー、やったー。わお、パッシャパッシャ。左に、左に移動しても行っちゃう。そう、もう行っちゃう。ライ的に。そう、沈んでたの。ああ、ちょっとそのまま。本当だったらアイアンとかで、アイアンとかで、まあ、普通にもう、まあ、ユーティリティ、はい、ユーティリティとかで安全に刻む。刻みん、本当は刻みんだったんですね。本当は、うん、刻みんでピクミンしたいところだったんですよ。145ヤード。風ないんですよね。8番で、8番で、はい、8番で OK。バンカーかな。4打目。135ヤード。135、4打目。何番ですか。9番やん。9番やん。うん、いいライン出てる。わお、ハイスワン。あ、取れるかも。はい、取れるかも。ナイスワン。今日なんか本当バーディー、僕バーディー1個も取ってないですね。それはみんなにプレゼントした方がいいんじゃねえかな。視聴者プレゼント。いや、でもちょっと危ないっすかね。僕次4打目多分バンカーで多分乗せらんなかったらめっちゃダボ打ちそう。やっぱなんだかんだでやっぱあげるんだね。優しいね。 あんなところにある。どこ、え、あれ、あれっすか、あれっすか、ボルト。こんなところにあるっていう、僕、本当に
ああ、全然楽勝じゃん。だったらバンカーの方が絶対良くないですか。これスカッツスカッツってマスカッツってなって立てないし、立てないし、なんすかこれ。これバンカーが呼んでんだけど絶対もうバンカーにしか行かれてないっすかこれ。バンカーが呼んでるんだけど、どうやったら。でもオープンに立ってそれ落ち、打ったら落ちるよ。それもうちょい別に平気だよ。しかも普通に立って、いやいやいや、足痛い。いや無理だなこれ。それは無理だね。こうだな。お、なんか良さそう。良さそうですね。天気。行きます。行きます。いいですか。行ってらっしゃい。そっち行った。いい感じに出た。出た。え、ボギーでもダメなんでしょ？あれ？いや、ボギーだったらオッケー。ボギーだったらオッケーなの。寄せ1しちゃったらオッケーってこと？寄せ1したらオッケー。いやなんかトップしそうだな。トップして奥の池とかも絶対嫌なんだけど。これすげえドラマなんだけど。でもそれを意識しすぎてトロールみたいな。ちゃっくり。いや。来たやつ思い出して。やべえの残した。すげえ。すげえ難しいじゃんこれ。やべえの残しましたもん。やべえの残したな。パーパットですね。入れたらパー。今目印があったの。ちょっと入れた。取りました。取りました。取り去りました。もう。取り去りました。何も入れてくれるでしょう。ここは。見えました。降った、やばい。もう来た。うわ、うまっ。うまっ。やばっ。うますぎる。ナイスナイス。いや、今のはね、難しかったよ。スライスの、あ、やばい、バッテリーがない。バッテリーがない。本当に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 赤いのがチカチカしてる。うん、早めのバッティング。これ外したら使用上限。そう。バッテリーがない。マジっすか。オッケー、ナイスダボー。すげー優しいじゃん。すげー優しいじゃん経営者。視聴者プレゼント、視聴者プレゼント、約束ですよ、約束ですよ。プレゼントします。めっちゃ声小さくなってっちゃう。スキャルプトーナー、スキャルプトーナー、やったじゃん。どうしたね、プレゼント1名様ね。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今回のマッチプレの結果ですけど、うん、負けちゃいました。余裕。はい、ということでこのいい匂い、いい匂いのスキャルプトーナー、スキャルプトーナーを佐藤さんに贈呈したいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。いい匂いに、いい匂いに、はい、待ってください。入ってくるの期待します。ありがとうございます。いやー、もうちょっと練習しようかな。もうちょっと、はい、うん、みんな多分見たいと思うんで、やっぱりこの帽子の中が、うん、はい、途中で途中で一回帽子の向こう側がこう、ありがとうございましたって言ってるから、はい、そうですね。そう、はい、次こそはしっかり気向いてください。俺の頭も頑張ります。お願いします。途中からの特別ルール、僕が、85以上で回ったら視聴者の誰か1名様に、はい、このスキャルプトーナーをプレゼントっていう特別ルールがあったんですけど、最終ホール僕がダボを押しました。
はい、図工サバフィロって感じで、はい、85を打ってしまったので、視聴者の方にスカルプトナーをプレゼントしたいと思います、はい、でこのパリビ VS サラリーマンの動画を、まあ、全部見ていただいて、まあ、石像、間で石像があったと思うんですけど、はい、顔のなんか、いろんな顔の、はい、あれが何体映ってたか、はい、全部のパート1から完結編までで、何体映ってたかを、まあ、コメント欄に入れていただいて、抽選で、はい、1名様、はい、抽選で1名様に、スカルプトナーをプレゼントしたいと思いますので、完結編までよーく、はい、隅々まで見てちょっと応募していただきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。この動画が、面白かった、はい、良かったなと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまた次回までお楽しみに。皆さんお楽しみに、はい、また呼んでください。ありがとうございました。ありがとうございました。サラリーマンチャンネル、ゲンゲンチャンネル、サラリーマンチャンネル、ゲンゲンチャンネル。